これからミクナスファインエンジニアリング株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いします。まずは会社のメイン業務を含めた自己紹介を簡単にお願いします。メインとしてはデバイステストに関するジグを設計製造組み立てまでやってるのが本業です。で、私個人には基盤設計もメインとしてまして、電子部品のテストに関わる基板もしくはソケット周りの周辺のジグなどを設計して組み立てたりするのが業務となっています。ありがとうございます。今回の展示会での一押しのサービスと、そのサービスがどのような課題の解決に適しているか教えてください。はい、そうですね、昨今デバイス自身が超微細化小さくなってたりとか高周波になっている中で、従来のものではちょっと対応できなくなってきているところに関しては、新たな提案とかをしてお客様に提案させていただいているということをさせていただいています。具体的に言いますと細かい話になってしまうので、例えば今普通にやっているプロピンでできないことを導電ゴムで代用したりとか、そういった提案をさせていただいています。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。これからもお客様の困ったことを解決するために社員一同頑張っていきますので、どうかミクナスを頼っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、ミクナスファインエンジニアリング株式会社の紹介でした。